ンポン。おっほほ、今日も2話目。ピピー、はーい、顔戻してください。なんやなんや。先生、今週は顔取れちゃダメ習慣となります。そんな、それでは私はただのゆずきゆかりになってしまう。まあ今まで何者だったんだよ。顔を伸ばして笑いを取るだけではダメです。さらなる高みを目指すためには勢いではなく、テクニックを磨かなければ。確かにな。顔だけうずきすぎ。だけどもだって、下の根も乾かねえうちにてめえ。ピピー、なんです、なんです。みんなの前で即興一発ギャグの系。思った以上にメンタルに来そうな罰則来た。おいおい、私を誰だと思ってる。誰だよ。私はボイスロイド界の笑い神と言われた死神。ゆずきゆかりだぞ。ほんと誰だよ。往復ずっと温めてきた鉄板中の鉄板ギャグを披露する時が来たようですね。おいおい、めっちゃハードル上げるやん。行きますよ。おう、なんかすごいな。てめえこら、あんだけハードル上げて出てきたのがパクリかつ2000年代初期のネタとはどういうことやボケー。いやでも最近も CM とかで見るし、そういう話をしてんじゃねえ。ほら、スイナちゃんを見てみ。ハードル上げて、あげく出てきたのがゲッツって、あんな擦られまくったネタ見せられてブチギレや。ボケる。なんかいけたっぽい。よかったよかった。あー納得いかねえ。うん。でも今週はフェイスシュートは禁止ですか。顔飛ばすことをちょっとかっこよく言ってるつもりならやめてくんない。とりあえず顔の増産体制だけでも整えておきましょう。おい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 、そんなんしてたらまたツイナちゃんに取り締まられる。うわ、お茶目さん。なんかセーフっぽい。ピンポン。私、感謝したいことがあるんです。ああ、私思うんですよ。いつも私たちの動画を見てくれている視聴者の方、家族、友達、たくさんの方々が私たちのことを心配して見てくれるからこそ、私たちは今日まで元気にやってこれたのだと。なんやなんや、急にまともなこと言い出して。まあでもせやな。うちらが今日もこうやって元気に動画を投稿できるのも、応援してくれる方々や家族、友人のおかげやな。はい、そうですよね。あ、ほら見てください、あかりちゃん。あそこにも私たちのことをしっかり見てくれている人がいますよ。どれどれ。いや多分あいつは別の目的でこっち見てるよ。ほら、この乗馬用うちでほうペチペチするぞ。私の、自分の。あはは、喜んでる喜んでる。あれ喜んでんの？あ、なんかコソコソしてる。おいおい、何出てくるか分かったもんやないな。うわ、制服出てきた。いい人じゃないですか。どこをどう判断したのかな？わかりました。何が？多分あの人は自分が制服を着た時の客観的感想が欲しいんですよ。それはそれで怖いんですが。うわ、なんかこっち来た。あかん、逃げるで。はい、ナイストゥーミーチュー。何を見てその挨拶チョイスしたのこいつ。アイム、耳毛。もう喋んの耳毛。は、は。この制服。おい、やばいやろ。ゆかりちゃん、早逃げな。似合います。うめえ、ほら。やば、超カバー。何フィーリングあっとんねん。やめろや。ピンポン。え、こういうこと？なんでうちは斜めに立たされてるんや。テロップは真っ直ぐ出してくんない？いやー、今日の傾き楽園ベイベーですね。おっしゃってる意味がわかりません。顔ずれてね。おっと、失敬。すげえずれるじゃん。もうまっすぐ立てよ。てかお前今週は顔ネタ禁止じゃなかったっけ？ほら、めっちゃ見てるよ。ついなちゃんこっちめっちゃ見てるよ。また取り締まられるよ。さて、皆さん今日は私たち斜めに立っておりますが、この光景を見て思いつくことはありませんか？え、ん？いや、特に何も思いつかないけど。そうだね、ペットボトルロケットだね。連想が雑に。そうね、ちょっと飛んじゃいます。お前もしかして今自分のことペットボトルロケットだと思ってたりする？さあ行きますよ。おいおい、やめとけって。人間がロケットみたいに飛ぶわけないやろ。ファイヤー、ファイヤー。飛びっぷり完璧。後で覚えてろよお前。